白虎TV、始まるよ。はい、どうも、ホワイトタイガーです。今回も、ホンダ、ジョルノー、やっていきます。オープニングは、ゲンスケ TV さん風な感じで作りました。今回は、イオンがしていたミッションをバラしていこうと思います。それでは、レッツラゴー。まずは、フライホイールから、外していきます。センターボルトを、取り外すだけで、いいのですが、手では外すことは、できません。まあ、青キングさんは、手で外していたんですが、一般人は、フライホイールプーラーを使って、外していきましょう。今回は、アストロプロダクツさんの、フライホイールプーラーを使っています。価格も、2000円くらいでしたので、お手頃ですね。休止ときながら、これで、おぉ、すごい。簡単に出た。よいしょ。すごい、汚な。もう綺麗にしていこう。風があるね。次は、ジェネレーターです。はい、これがジェネレーターですね。汚っ。はい、これもですね、きれいきれいにしていこうと思います。それでは、問題のミッション側を分解していきます。まあ、ここ、イオンがしていたと思ったので、ここの軸はですね、ちなみに、ここのクランクシャフトの型も、ミッション側のこの型もありませんでした。なんですけど、こっちは大丈夫かな。おそらくこっちのベアリングからですね、回した時にゴーッとイオンがしていましたよね。こんな音するかな。どちらかって言ったらこっちだよね。こっちの音じゃない。こっちの音がベアリングがしてる。ベアリング、うん、なのでちょっとこの何でしょう、ミッションっていうんですかね、ミッションケース外して中のベアリングの状態をですねちょっと見ていこうと思います。でこれフィラボルトがありますので、ここ外してですね、最初に中のオイルをですね、出してみたいなと思います。ここで、とある問題が発生しました。え？は？え？俺、緩めてないよね？緩めたんかな、俺、いつか。え？なにこれ？え、俺、緩めたかな？いや、緩めてないよ。いや、スカスカなんだけど。ちょっと出してみようかな。フィラボルトが緩んでいたんですが、気を取り直してミッションオイルを出していきます。あ、めっちゃ綺麗じゃん。え、ちょっと待って、これベアリング変えてるの？え、変えてあんな音出るけ？嘘だろ。じゃあ外さなくてもいいかな。でもオイルだけ変えたっていう、でもしょうがない、もういいや、まあ、そう。はい、こんなに見えますか。こんなに綺麗なオイルでした。はい、交換したばっかりなのか。でも1年放置って言ったもんな。どうなんだろう。ミッションケースは、ボルトが 1,2,3,4,5 かな。はい、で、外れてくると思います。ベアリングが交換されているかもしれませんが、ここまで来たのでミッションケースは
外そうと思います。じゃあですねケース外していきましょう。まあ、簡単には外れないな。ちょっとですね、こじったり叩いてしたりしてちょっと外していきたいなと思います。ここからが大変でした。ガスケットがびっちり貼り付いていました。それは予想できていたんですが、ガイドピンが錆びていてケースがなかなか外れてきませんでした。よっしゃ、おお、来た来た来た。さっき僕が叩いていたのがこのガイドっすね。だからここは叩いちゃいけませんでした。大丈夫かなこれ。変に傷がついていないといいんですけど。こんなもんなのかな、ベアリング。あ、ベアリングいい、音してない。こっちが少しあるような気がするんですよね。少し、うん、少し音が鳴ってる。あとはこっちなんですけど、どうだ、これがギア、ファイナルギアってことかな。これが、あ、これスコスコなんだ。パッと、このギアが動く。あ、だからこのギアを、ここのギアが回ることによって、ここのですね、ギアが回ることによってここが回ります。この周りがここに当たって、あ、向こうに当たっての、このギアを回して最終的にこの何ギアっていうのかな、ファイナルギアでいいのかな、を回しているってことですね。いや、ちょっと待って、音が一緒だぞこれ。ちょっと待って、外せるので外してみよう。ちょっと待てよ。これ簡単にこんなに外れて、おいいのかな。はい、出てきました。ギアですね、かけもなく綺麗な状態ですね。あそこにベアリングが見えるので、で、これが、あ、あれ？これ、な、結構バイクって分解できるんだね。で、こう、あ、で、こう、あ、これがこうなってるのね。ギアの状態もいいね、綺麗じゃないの。で、ベアリングが残り1と向こう側ですね、2ってことかな。うん、別に悪くはない。悪くないぞ。あ、ここにもあった。あ、ここにも、あ、ここがこうの、のパッキン。パッキンじゃなくて、なんだ、ワッシャーかな。これプラスチックみたいですね。ほう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 。じゃあ、割らなくてよかったのかな？どうしよう。どうしようっていうか。ベアリングこれ交換しなくてもいいんですね。っていうかベアリング交換していたかもしれない、ギアオイルを入れている時点で。でもその周りにはパッキンがね、そんなにし、あ、でも切れちゃ切れだね。まあ分解したんで、ちょっとベアリングの方は交換したいと思います。はい、いかがでしたか。最後は動揺していて神々でしたが、次回はミッションのギアやベアリングなどを外していこうと思います。よかったらまた見てね。